南三陸復興市はですね、震災後直後の4月ですね、2011年の4月から始まったイベントなんですが、それから毎月最終日曜日に開催しているイベントになります。まずは食ですかね、場所もそうなんですけれども、食の部分では5月の1日から南三陸キラキラウニ丼というのが提供が始まりますので、そちらをぜひお召し上がりいただきたいっていうのと、あとは辰金さんのツツジですね、そちらが5月の中旬からがちょうど見頃になりますので、辰金さんにもぜひ来ていただきたいですし、あとはそうですね、南三陸町のやっぱり景勝地といえば神割崎ですので、こちらの神割崎の方にもぜひお越しいただければなと思います。あとは観光協会の方でさまざまなプログラムをご用意してお客様をお待ちしているんですけれども、海での漁業体験ですね、漁業体験ですとか、あとは5月6月にかけては個人のお客様向けのプログラムを用意しておりまして、ぜひ団体様だけではなく個人のお客様にも来ていただきたいなと思ってます。もう本当によく言われるのがですね、南三陸町の人に会うと元気をもらえますっていうのを本当にたくさんの方に言われまして、商店街もそうですし、復興市でもそうですし、商店の皆さんが本当に元気に前向きに頑張ってらっしゃいますので、そういう姿を見ていただきたいっていうのもありますし、もう声をかけてくだされば皆さん本当に気軽にお話ししてくださると思いますので、ぜひ元気な人にも会いに来てほしいなと思います。南三陸町こういうところだったよっていうのをその方の言葉で伝えていただけたらなと思いますので、いつも本当に全国の皆さんには南三陸町を応援いただき本当にありがとうございます。皆さんに来ていただいたりとか励ましのお言葉を頂戴して、それが本当に明日への第一歩にみんななっていると思いますので、ぜひこれからも応援いただいて、でまた震災がどうとかではなくてですね、食でですとか、あと南三陸の本当に魅力的な人ですとか自然に触れていただければなお嬉しいと思っておりますので、ぜひこれからも南三陸町応援をよろしくお願いいたします。